皆さんこんにちは。店長武蔵とその仲間がバイク店をさせていただいております。今日はですね、なんかちょっと まともな格好をしてるかと思います。涼しいんで多少で、ちょっと風がね、台風の影響でかなりね、暴風圏を広いみたいですね。いまだにこう、外は荒れ模様でございます。はい。で、今日はですね、こう TS185ER、ね、点検で、まあ、オイル、ミッションオイルとプラグはちょっとこの間交換してるんですけど、ちょっとあとね、一回り見て、あとちょっと一回り試乗させていただきました。はい。あとこのハスクバーナー TR650TERA の試乗もちょっと一回り、させていただきました。でこれは車検とって今私の名義で、登録をされているんですけど、はい、あとちょっとタイヤの交換とチェーンの交換、その他、まあ、あとエアフィルターとかいろいろもろもろ交換して、であと名義をですね、お客様の名義にしてお渡しするという感じでございます。はい。この間お客様を見てですね、どうですかって試乗されましたよね。でふと思ったんですよ。乗ったと思うんですけど、あれなんかあんま記憶がないなと思ったら、乗ってない。乗ってないっていうとあれですけど、陸地の中を走った。うん。で、あと、近所のお客様が、ちょっとね、やっぱり買う前に一度は乗りたいっていうことで、それで試乗されてるんですけど、ふと思ったら、あれあんまり記憶にない。乗ってない。まずい。っていうことでですね、一回りさせていただきました。はい。で、うん。エンジンが軽い。回り方が軽い。それが第一印象。600、F、例えばダカールとかは、まあ、ダカールも、でもダカールよりもなんか回転の上がり方が軽い。うん、あと、6000回転ぐらいを超えたあたりから加速感が増します。ぐーっと。ツインカムらしい。はい。上での伸びがあります。はい。あと車体はね、F650 とか G650GS よりもちょっと軽いので、そういったことを考えるとなかなか楽しい。で、2000回転以下はちょっとで走るのはやっぱ苦しいですかね。2000回転でもちょっと、まあ、2500回転から3000回転回ってるといいのかなと。ちょっとギクシャクする感じがありましたかね。はい、ただ乗った感じは吹き上がり若干軽いんでね、若干というのはベースのエンジンとしてよりは非常に乗ってて、楽しい、バイクでございます。はい。あとタコメーターがね、こう真ん中にドーンとあるんでね、でこれがこうフューフューフュー軽く回っていくのを見るとなかなか、でメーターはデジタル、スピードメーターとかはデジタルなんですけど、これ一番下にバーグラフがあるんですけど、これ水温計ですよね。L と H なんで。で、だから燃料計っていうのは特にない。横のインジケーターにガソリンがなくなるとそれがつくという仕組みですね。はい。その他、やっぱりエンジン静か。いい感じ。今回ってますね。はい。シートがちょっと薄いので、どうかと思ったんですけどね。まあ、距離、20キロ弱ぐらいしか乗ってないので、あれなんですが、非常に、楽しい、バイクでございます。はい。で、一方、TS185ER ですね。実際に、この間もちょっと一回りさせていただいたんですが、実際に乗ったのは、初めてですかね。新車はね、新車は十数台販売させていただいてるんですが、実際にまたがって乗るっていう機会はなかなかね、ないもので、はい。まあ、下取りさせていただいたんで、ちょっとね、はい、で今日はちょっとまた一回り。ガソリンも入ってなかったんで、ガソリン入れるのに、はい。で、ちょっと発送に持っていくんですけど、13丁、フロント13丁になってるんですよ。ただですね、2500回転で40キロぐらい出てますかね、出ますかね、5速、ね、トップで、2500回転で40キロぐらい。でもそれでずっと走れますね、普通にね。で、スロットルガッと開けると、
まあ、ゆっくりだけど加速していきます、わーっと。もちろんね、シフトダウンして回転上げてあげればね、パーンっていう加速ですけどね、はい、だからなかなか2000回転でも普通に走るんで、 5速で、なんでスロットルガッと開ければね、ガーッて出ていくんで、まあ、ゆっくりですけどね、そのあたりこう結構ね、実用性高いのかなと。やっぱり手回転にかなりね振ってあるエンジンだと思いますんで、はい、やっぱりツーストなんで、後ろからねパン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 っていうね音がね、非常に、らしさを感じます。開けた時のねこう加速感、あれはツーストならではですよね、はい、弾けるようなね。まあロードモデルに比べるとやっぱりね伸び感は若干ないですけど、やっぱ手回転かなり振ってるんじゃないかって感じするんで、ただやっぱりツーストらしさもあるよね。あと車体がやっぱめちゃくちゃ軽いんで、取り回しも楽ですしね、乗ってて非常に楽しいね、いいですよね。音がねちょっとね、エンジン音は静か、ある意味静かですよね。あの排気音が大きいので、そのあたりがちょっと、まあ、排気音のが、そうですよね。やっぱり80年代の音じゃないかと思うんですが、まあ、現代のオートバイから比べると、ちょっと大きめなのかなと。そうすると、やっぱり、ちょっとうるさいのはダメだねってなってしまう場合もあるかもしれないですけどね。うん。まあ、でも、あんまり静かでね、気づかれないようなものよりも、あれぐらいの音の方がいいのかなと。でガソリンをちょっと入れてですね、戻ってきたわけでございますが、いやーやっぱり楽しいですよね。ちょっとオフは走れないんですよね。もうこれもね、あと あの TS もちょっと砂利道みたいなところとかね、そういうところちょっと走るわけにいかないので、お客様がねもうついてますからね。まあそんな、まああとこっちもそうなんですけど、こっちは前でも前にちょっとちょろちょろとは走ったんですけど、はい、どれもね楽しいね、はい、それぞれねいろいろ個性があって、はい、楽しい、とにかく楽しい、それでございます。バイク乗ってる楽しい、でこれ面白いんですよ。これと今ちょっとね直してる、ダカール、みんなエンジン基本的には一緒なんですよね、うん、でベース、まあ、ダカールのエンジンが、まあ、ベースっていう考えてもいいのかなと思うんですが、でそれがあの G650一回なくなって、でしばらくしてからまた短気筒復活 したとかと思うんですけど、それが G650 シリーズになるんですかね。いや違いますか、その前にこれが出たんですよね。このシリーズがね、クロスシリーズっていうのが出て、他が2気筒になった時にね、で短気筒で、クロスシリーズっていうのが発売になって、でこれはあのエンジン BM がチューンして、ダカール系、650GS 系よりもね5馬力ぐらい上がっている。で車体もやっぱり軽いんですよ、160キロぐらいだったんですかね、うん、ダカール GS 系200キロぐらい、確か200ぐらいは余裕であるかと思うんです。かなり軽くしやがって、で、その後 G650GS っていう、短気筒がちょっと復活したんですよ一時期ね。あとセルタオっていうのがあったかと思うんですけど、でそのそれも平成24、5年ですよね、一回復活して、でも結局2、3年で終わっちゃったんですかね、あんまり長くなかったんですよね。でそれ48馬力だったかと思うんですけど、で、まあ、そのエンジンをベースに、まあ、BM のちょうど BM がの傘下だった、まあ、BM がの名前をブランドを買ってた時のハスクバーガーっていう、ね、エンジンが同じタイプのエンジンで、でこれはあのかなりもうバルブ、ピストン、バルブ、あとカム、クランクシャフトも違うんですかね、もうその辺みんな変わってて、出力が10馬力アップの58馬力あるということなんですけど、なのでエンジンもやっぱ軽い、回り方もねやっぱりそのあたりが赤なんですかね、ヘッドが赤いですかね、さすがは赤ですよね、はい、そんな感じですね。ちょっとあの試乗を今日は風強かったんですけどさせていただきまして、それで、これからちょっとね TS の方ナンバーも来ましたので、ちょっと自賠はですね
残ってた自賠でちょっと登録だけさせていただいたんで、で明日新規で自賠入って、多分発送することを考えると月曜日、ちょっと今日持って車体を持ってていつぐらい着きますか、いやいや、ちょっとね、あの遠方なんですけど、デポの方にいつぐらい着くのかなということで、それで、それをまあ大体考えて自賠もそのちょっとね時にぐらいに入らせていただきますので、ね、はい、でステッカーだナンバーをつけて、発送ですけど、なあのステッカーはちょっと貼ってませんので、でお乗りになるときですねステッカーだけちょっと貼っていただければなという感じでございます。非常にみんな楽しいですね、バイクはね、バイクだから、まあもうね、バイクってだけ楽しいんですけど、やっぱりそれぞれ個性のあるね、ある意味個性が強いね、楽しい時代でございます。はい、まあ他にもでだいぶちょっとね、昨日も PCX ハイブリッドをね、納車させていただきました。あと、今日ちょっとね TS 持っていく、であとこちらも、まあ来週中にはいけるのか、こちらも来週週末ね、お見えになるということで、いろいろと、そうすると他のね車両の、準備がいろいろとされていくのかなと。はい、ちょっとダカールもね、あもうだいぶ感染してるんですけど、ホースバンドとか、ちょっとそういうのを、ネジで締めるタイプに交換したりとかね、うん、そういうのをやって、でまた指導してっていう感じなんですよね。あ、そう。で、TS185 はですね、今1万円引きで、ちょっと輸入元がね、少しお値引きしてますので、1万円引きでやらせて。であと、TF125 も、はい。TF の方は2万円引きでやらせていただいております。はい。うちの通常価格ですね。通常の乗り出し価格が、449,800円、TS。それが439,800円。一方の TF の方は369,800円が、349,800円。でやらせていただいておりますので、よろしければね、はい、お声掛けいただければと幸いでございます。で大変申し訳ないんですが、ちょっと先払いになってしまいますね、で先払いちょっといただいて、それで発注して送っていただくの、先に払わないと送っていただけないもので、はい、まあ掛け売りではないんですけど、まあ、掛け売りなんじゃいいのかっていうわけでもないんですよね。はい、新規注文するやつはさすがにちょっとお金いただかないと、在庫している車両に関してはまあ、前もお話してるかと思うんですけど、いいんですけど、はい、まあ、ちょっとね、手付けだけいただければ、はい、そんな感じでございます。で、部品に関してはですね、コメントもね、していただいている方がいらっしゃるんですけども、実際にお乗りになってね、あれです、海外にもうパーツカタログ出てますのサイトがありますから、まあ、それで見ていただいてですね、で、まあ、そこにドル表示とかで書いてあるのは、あれはあくまでその現地の価格なので、こちらの価格ではありません。はっきり日本で買った方が安いです。それはそうですよね。だって日本で作って日本にストックしてるんですから、それを海外に輸出してる部品ですから、鈴木さんがね。だから日本で買った方が安いんですよ。はい、で、まあ、流れとしてはね、で部品の方が買えるの、やっぱ心配ですよね。うん、それ心配ですよ。で、タンクとか買えなかったらね、万が一タンクダメにしちゃった、外装ダメにしちゃった、ね、転倒しちゃった。もう、うわ、これまずい。やっぱりそういう時、外装変えないとかね。そうなると困りますよね。うん。なので、そういう場合はですね、まず部品番号を調べ、そのね、サイトで調べていただいて、で、外装の場合は大抵日本で普通には買えないので、鈴木の販売店に行っていただいてですね、そして鈴木の販売、登録証と一緒に、で、これが欲しいんですけどっていうとですね、じゃあちょっと例えば、じゃあ お調べしますね。よほど不親切じゃないところ限りは。普通に入力して、鈴木のあれでパソコンに入力して、もう出ないと。出ないからダメですねっていう、いうふうにしか対応してくれないところだとさすがにちょっと無理なんですけど、あ、じゃあちょっと、鈴木パーツの方に、部販の方にちょっと聞いてみます。ね、ファックス流したりして。やってくれるところだったらね、いくらですよって言って購入いただけますので、まあそういうところじゃ部品に関してはですね、まあ、なんといっても日本製で、日本で作ってるので、これ日本で作ってないバイクだと、やっぱ厳しいんですよ。何でもそうですけど。そうすると、海外から取り寄せなきゃいけないので、正規品でなければ、普通はメーカーにはないわけですから、そうすると、その海外から輸入するしかないんですけど、
基本的に日本で作ってる逆輸入車っていう形で入ってきてる車両に関しては日本に部品があるんですよ、本来はね。ちゃんとあるんですよ。ただそれを売ってくれる売ってくれないっていうところになってくるんで、それはあの登録証とね、鈴木さんとかヤマハさんとかは登録証ね、それと一緒に、問い合わせすると。そうすると販売してください。なんか話によると登録証部品、この部品って言えばあの部品も調べてもらう、部品番号も調べてくれたっていうね、お話コメントいただいてますけどね、うん、場所によっては、うん、やってくれるんじゃないかと思うんですけどね、まあ、ただ自分のところで販売してない車両だと、めんどくさいなという、お店も、もしかするとですよ、ないと思いますけど、鈴木さんの販売店やってるところはね、ないと思うんですが、もしかするとそういうところもまれにあるかもしれないんでね、そうなっちゃうとちょっと、困っちゃうんで、やっぱりまあ部品番号はね、自分でも調べいただいて、別に調べられますから、ネットを使えればね、それで、部品番号を調べてから登録証と一緒に持っていくと、あ、分かりました、あ、珍しいの乗ってますね、新車なんですか、まだ買えるんですかみたいなことになるかもしれないですね知らないところもね、あるかもしれないですからね、そう、バイク屋って知らないんですよってなんかね、あれですけど、はい、そんな感じでございます。これから私はですね、ちょっとバスの柏デポのバイクを運んで、そして